人間とスミロドンの大きさの比較スミロドンの頭骨、現在の虎の剣士剣ト虎は、全身予後期から後進予にかけて栄えた猫科に属する食肉獣の中で、上学剣士がサーベル状となったグループである。おそらく単系統であり、マカイロ色です赤、マチャイロドンチナエとして分類される。サーベルタイガーとも、肩高は約1メートルから1.2メートル。 体長は1.9から2.1メートル。体重は270キログラム。独自に発達した上額剣士は20センチに及ぶ担当上の牙となり、大型動物を専門に狩るための武器として使用したと考えられる。剣士トラは3族に分類される。ただし、メタイルルス族とスミロドン族はおそらく側系統でこの順に分岐した。 トラなど標族パンサラに近いとする考えから、犬種トラ、あるいは、猫など、猫族フェリスに近いとする考えから、犬種猫と呼ばれているが、実際は、標族にも猫族にも、特に近くない系統である。ホモテリウムホーマサリアムの遺伝子による分子系統では、ホモテリウムは、猫科の中で最初に分岐した。すなわち、猫族にも標族にも、猫科の一員であるという以上には、 近くない。剣士虎全体は、原生猫科の系統と、姉妹群である。運表は、原生種の中では、サーベル状の剣士を持つが、運表族は、剣士虎ではなく氷族に近縁で、剣士虎との関係は修練進化である。全身予行期から、先進予にかけては、マカエロデスの類が発展し、先進予行期から、後進予にかけては、ホモテリウムメガンテレオンなどが現れた。 これらの動物の剣士は、口を閉じた際には下顎にできた鞘状の長いくぼみに収まるようになっていたが、最後に出現した更新魚のスミロドンはそうした鞘が、なく、剣士が直に外に突き出していた。剣士虎の仲間は、ずんぐりした獅子の特徴から、瞬速の中型、小型動物を高速で追跡して捕らえることは、困難であったと考えられ、 動きの比較的緩満な大型動物を襲ったと考えられる。長大な牙で刺して倒していたと思われるが、大きな牙を大動物に刺すと折れやすく危険である。剣士は、頭部上学部と歯肉と、歯根膜を媒介として繋がっているだけで、強い力が加わった場合、抜けたり、手こ作用により、極部的に力が加わり、上顎骨を破壊する危険性があるからだ。一方、 その牙は死体を切り裂くために使われ、従って、剣士虎は死肉食であったとする見解も一部にある。しかし、古生物学者の鹿間時代の見解では、攻撃銃の骨は損傷が多いが、不肉食銃の方は骨に損傷がない。スミロドンの骨には損傷が目立つので、攻撃者だったと思われる。特徴的な、剣士は様々な動物で見られる。ノットオールセイバー。 トゥースとアニマルズはプレデターズ、ホッシルズリビール。ありがとうございます。